皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。本日は中目黒楽屋にお越しくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本日は、ライブ配信も行っておりますが、はい、有観客で、まあそこですかね、はい、あ、皆さん見てくれてる人がもしいたらありがとうございます。ありがとうございます。では、本日は、2ステージで、ランチライブ行いたいと思います。メンバーはオンピアノ土井大輔、ボーカル伊藤香織、そして奥平真希、はい、よろしくお願いいたします。します。では最初にインスト1曲お聴きいただこうと思います。大輔さんのピアノお聴きください。
Thank you.
Birds in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird sing in the dead of night, take these second eyes and learn to see. This moment to be free, black butterfly, black butterfly, into the light of the dark black night. その楽屋にお越しくださいましてありがとうございます。今日は、ランチライブでですね、私実は中目黒の楽屋さんには初めて出演させていただくんですけれども、決まったのがすごいギリギリでしたよね。1月のいや10日くらい前かな、もうに突然ですね、ちょっとねブッキングが空いているよっていうお知らせをいただきまして、出ますって言っちゃいまして、あでもどうしよう誰と出ようと思って、もうもし何か最悪もう一人で出ようと思うぐらいもうギリギリに行ったんですけれども、
今日私はあの、CD を出した時にあのレコ初ライブの時にご一緒さしあのしてくださったですね遠い大好きさんお願いして、まあ空いてないかなと思いつつまさかの空いていてくださって、そして奥平真希ちゃんもあの最近CD を発表したんですけれども、その、参加メンバーでもありアレンジもされていて、あこれは3人でしょうと思っちゃって、今日あの3人でランチライブをお届けするということに至ったんですけれども、また後ほどデュエットもお届けしたいなと思っております。まずは1曲目からですね、結構割とあのごつめな感じでお届けしちゃったんですけれども、あのビートルズの、ブラックバードっていう曲、そしてジャズのナンバーバイバイブラックバード、それをちょっとアレンジした合わせてアレンジしたものからお届けいたしました。でもう一曲お届けしたいと思います。ちょっと今日はすんごく寒いので、あの真冬って感じなんですけども、 It might as well be spring、 もう春なのかしらっていう思いになってるよっていうような、曲をお届けしたいと思います。I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm jumping as a puppet on a string.That I have spring fever, but I know it isn't spring. I am stoutly-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever? But I know it isn't spring.Somewhere else, walking down the strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I am very, very discontented. I'm giddy as a baby on a swingSeen a crocus over Robert's back, a robin on a wing. But I feel so gay in a melancholy way. Now it might as well be spring. It might as well be as a widow in the windstorm.
いたしました。素晴らしい、遠井さん、遠井大輔なんか今日フェイスブックに告知書いたら、なんか遠井さんの名前っていつもさ距離で冗談言われることが多いじゃないですか。それでソーシャルディスタンスはバッチリですねっていうコメントをいただいてすごい笑っちゃったんですよね近くても遠い遠い大好きとかよく言われてますから、それでもうねギャグ飛んできてね、うーんと思っててちょっとなかなかこう面白い返しが思いつかなくて悔しい思いをしたんですけれども、そして今日のですねもう一人のメンバーを紹介したいと思います。奥田麻希、どうですか、ちょっとこういう感じ。そうね、今日ある衣装ちょっとね、うん、直前に合わせてそうなんか半分でね色がちょっと交互に、はい、交互にはなってないかはい、こんな感じで、はい、こんな感じで、はい、でこぼこコンビでお届けしております、はい、ではでは、ここからは奥田麻希ちゃんの、はい、コーナーコーナーコーナー手品でもやるんですか、はい、手品しそうですけどねダラララララできません、はい、何にもできません、はいはい、ね、麻希ちゃんのソロをねお届けしたいと思います、はい、ありがとうございます。伊藤香織、いやいいですね、春っぽい曲、なんかちょっと寒いからこそ早く春になってほしいなっていうね気持ちで聴かせてもらってました。では、私がお届けするソロの曲はですね、実は、本日初公開の曲をちょっと持ってきてみました。ずっと好きな曲で、練習は個人的にはしてたんですけど、なんせちょっと楽譜が難しいのと、大輔さんに弾いてもらいたいっていう気持ちがあったんで、はい、なので大輔さんとデュオでやるときかなんかまた別のときに、お願いできたらいいなと思ってちょっと今日持ってきてみました。イヴァン・リースのラブダンスという名曲をですねお届けしたいと思います。お聴きください。
too much talk to silence our cheeks, sweet touches. We turn our hearts to love that right need, first time romance. Live in the quiet. Turn up the choir.
today. ありがとうございます。ラブダンスお聴きいただきました。はい、なんかすごく好きな曲をこうやってなんて言うんですか、こうぞっていう時に出せれてよかったなっていうふうに思ってます。またこれから温めていきたい曲です。では、次の曲もですね、割と最近覚えた曲なんですけれども、もうウィズコロナの時代に突入して、もうこれからねどうなっていくかわからないという未知の世界に向けて、新たな門出で船を出すというようなイメージで、この曲を覚えてみました。On a slow boat to China、 お聴きください。I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on a faraway shore. I'd love to get you on a slow boat to China.To get you on a slow boat to China.
ありがとうございました。Unstore Boat to China お聞きいただきました。それではですね、本日は、かおりちゃんとデュエットの曲を何曲か用意しておりまして、各ステージごと2曲ずつかな、はい、お届けしたいと思うんですけれども、はい、はい、伊藤かおり、ありがとうございます次の曲はかなりチャレンジングですよねチャレンジングですね、そして斬新ですよね、うん、なんかね、昨日一緒だったんですよ、昨日も本番一緒で、はい、あの突然帰り道の電車の中で、マギちゃんあれやろうよとかって言ってな、え、何を言い出すんだと思ったんですけど、あ、でも、はい、あれってジャズだと思うんだよねとかって言って言い出したんで、ジャズだと思っちゃったんですよね、うん、でも始まってみてリハやったらブルースだったっていう、そうですねもう実はブルースみたいな、はい、いやいやね、まあ、私も無茶ぶり王なんでね、そうですね、マキちゃんへの無茶ぶり回数すごいよね、すごいね年間無茶ぶり回数やばいです ね、 年間無茶ぶり回数この人一番多いと思います、はい、私の中のね無茶ぶり率が、はい、マキちゃんその受け率がすごいそういうことですか、うん、いいよみたいな、あ、そうね、ま、結構まずダメって言わないで、皆さんも無茶ぶりしたいことあったら振ってみてください。水着になるとかそういうのはちょっとやってないんですけど、私はね、はい、楽しみにしてます。はいはい、楽しみにしてます。何をですか？はい、来年のカレンダーとかですか？違う違う違う、水着にならないですから。何になるとかっていう話になってないので、楽しみに。いやいやいや。楽しみします。なれません、なれません。はい、ではでは。はいはい。果たしてこのね。はい。喋りましたけど何の曲なのかっていうのはね、はい、じゃあ言ってないですもんね、歌ってからのお楽しみにしましょうか、はい、はい、そうしましょう、はい、ちょっとスタンドをね、あ、ちょっともうなんか絶対なんかあの何するんだろうって思ってますよね皆さんね、多分、え、もしかしてロックみたいな感じみたいな、あのスタンド こんなあれみたいな、振り回すみたいな、もしかするよね、しないかな私でも実は小学生の時あのバトンクラブっていうところにいたんですね、だからバトン回せるんですよちょっと回さないでね大丈夫ですか、あの斜めにするそうね、あの角度合わせようかな、そうですね、はい、ではではでは始まってからのお楽しみということではい、でも絶対みんな知ってる曲だよね、そうね、知ってるね、うん、はい、じゃあではお聴きください、波をチャプ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 かき分けて、チャプチャプチャプ、クイスイスイスイ追い抜いて、スイスイスイ、氷炭島はどこへ行く、僕らを乗せてどこへ行く、丸い地球の水平線に何かがきっと待っている、うん、苦しいこともあるだろうさ、悲しいこともあるだろうさ、だけど僕らはくじけない、泣くのは嫌だ、笑っちゃおう、進め、ひょっこりひょうたんちま、ひょっこりひょうたんちま、ひょっこりひょうたんちま、
苦しいこともあるだろうさ、悲しいこともあるだろうさ、だけど僕らはくじけない、泣くのは嫌だ笑っちゃう、ありがとうございます。こんなチャレンジングなことある人生何が起きるかわからないからね、さっきからそれ言ってんだよね、なんか。そうですね、そうそう、こんなチャレンジングなことある、ある、ある、あったね、あったね、あったからね、うん、でもこの曲ってすごい皆さん多分聞きなじみが絶対あると思うんですよ。だけど、うん、どうなんだろう、歌ってる人あんまり見かけない、見ないね、でもすごくね、なんかひょっこーりひょーったんでしょ、もうジャズっぽくないですか、うん、スインギーじゃないですか、うん、と思ってね。私でも登場人物ってさっき誰か分かる、みんなドンガバチョしか分からないって言ってましたね。私ドンガバチョって名前言われなかったら、うん、この眼帯してる人はなんていう名前でしょうって出されても答えられないもん。私分かります、意外とキャラクターの名前聞かれても全然分かんない。だからこういう感じだね、みんなそうそう、ワイヤーついてる感じだよね。そうそうそう、久しぶりにちょっと見たくなったなと思ったんですけど、ね、YouTube とか探したらありそうだよね、はい、ちょっとこういう曲ちょっと探して掘り出していきたいんですけど、あ、こういう曲、こういう感じの難しいこと言いますね、あなた。ちょっと今後ちょっとまたおいおい発展、はい、そうですね、希望、またはい、したいと思いますので、はい、そしてこの無茶ぶりに答えてくれた本当だよね、遠い大輔音符の素晴らしいです ね本当にありがとうございます。いや、じゃあね、はい、ファーストセットはもう1曲だけお届けして、そうですね、ほんのちょっと休憩して、また再開したいと思います。ではではデスペラードをお届けしたいと思います。Desperado, why don't you come to your senses? You've been upright in the fences for what was so long now. Oh, you're a hard one. I know that you've got a reason. This thing never pleasing you, it can hurt you somehow.Don't you try to quit of diamonds, boy. She'll eat you if she's able. You know them kind of heart is always your best bet. Now it seems to me surviving's having laid upon your table. That the only one that wants you can get.Desperado, oh, you ain't getting younger. Your pain and your hunger, dropping your heart.
people talking. Your policing is walking through this world all alone. Does your figure cold as a winter time? The sky won't snow while the sun won't shine. It's out of day, the night I'm from the day. ピアノ遠井大輔、そして奥平真希、ありがとうございます。伊藤香織、ではちょっと休憩いただきまして、はい、2時10 15分でしたっけね、15分ぐらいからかな、はい、はい、届けしたいと思います。配信ご覧の皆様もありがとうございます。ありがとうございます。
皆様お待たせいたしました。それではセカンドセット始めさせていただきます。まず最初に、私から2曲、歌わせていただきます。なんかちょっと息が上がってるんだけど、階段登ったら息が上がっちゃった大丈夫、私階段すんごい長いわけじゃないんですよ。10段くらいのなんか息が上がっちゃってるでは、ですね、本日大輔さんと一緒ということもあって、この楽屋さんでは私はCD のレコ発をやらせていただいたんですね。その時に来てくださった皆様もありがとうございました。その CD の中からせっかくなので2曲、お届けしようかなと思います。その CD の中では結構アレンジされているものもあるんですけれども、1曲目に入っておりますピュアイマジネーションという作品があります。それはベースの森田雄介くんがアレンジしてくれたバージョンで録音されてるんですが、今日はアレンジしてない元のバージョンというか、そういう感じでお届けしたいなと思います。お聴きください。
CD の中からもう一曲お届けしたいと思うんですけれども、この作品は大輔さんがアレンジしてくれました。映画バグダッドカフェより Calling You、 お聴きください。Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. My little cafe just alive.
you hear me? ありがとうございます。コリングお聴きいただきました。それでは伊藤かおりちゃんに歌っていただこうと思います。めちゃくちゃ噛んでるこんな噛むことある？ちょっと面白かった。全然めちゃくちゃなんかね、なんか早口言葉得意っていう程度言ってるんだけどもうそれ取り消しですね今日でお疲れ様でした。そうですねはい、引退します。すいません早口言葉引退早口言葉引退します。岡田平巻ありがとうございます伊藤かおりでは私もですねちょっと2曲お届けしたいと思います。まきちゃんの CD 素敵だよね。これに入ってますしね、まあ、私言ってないんですけど本人に CD 聞いたんですよね。だけどなんか言うの恥ずかしくて今まで言えなかったんです。いやいいなと思って。おかしいなって。そうだよね、おかしいなと思ったと思うんだよね。そうなんですよ、なんかネットでは2月3日から発売っていう風に書かれてるのが多かったんですけど、予約したらいいのかな。あ、なるほど、了解いたしました。はい、全国流通は2月3日から、はい、わかりましたということなんで皆さんは今日持ってると思うんで、もし欲しいなって方ぜひ後で声かけてもらえたらなと思います。ではでは、私は、どうしようかな。スタンダードナンバーブルースカイズからお届けしたいと思います。Saw the sun shining so bright.
never suspects it goes right. No, this in the days how written by when you're in love, my how would they fly. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies from that on. And blue birds singing a song, nothing but blue birds all the long. Never saw the sun shining so bright, never saw things that God isn't right. Not even the days they hurry by when you're in love, my how they fly in blue days, all of them gone. Nothing but blue days from now on. The touch of your hands
heaven. The heaven that I have never known. The flesh on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. Such desire every kiss. Your kiss sets my soul on fire. I give myself a sweet surrender. My one and という曲をお聴きいただきました。ありがとうございます。というところで、早口言葉の女王をお呼びしたいと思います。奥平真希先ほど引退したんで。あ、早口言葉は、ね、そうでした、はい、そうでした早口言葉とか大好き私。あ、本当に、はい、大好きですね。あの CD でね、うん、やってるよね早口言葉。そうなんですよ、やってるじゃないですか今思い出したみたいな顔してそう、早口言葉やってるんですよ。やってましたね、はい、例の。めっちゃ早い、すごい早いですよね、あれ。あのワンノート、はい、ワンノート3番、ね、聞いた方います。もう聞いた方いるかな。あ、素晴らしい。そして楽屋でもあのやってるから、はい、あのまだ多分レコ発の動画、あ、もう残ってないんです。あ、そうなの、はい、そうかそうかそうか、もうバッチリ見ちゃったけどね私は。あ、そうなの、ありがとうございます。すごいですね、共演者のあの動画見てるってすごい、うん、怖い、大丈夫？いや怖くないです、はい、想定内です、はい、この間もついついね、あの
フェイスブックの動画配信見ちゃって、うん、なんかお風呂場でね、なんだかんだ見てくれてますよね。すごい見てるよちょっとね、はい、目が大きい、その見てるよ見てるありがとうございます。癒しの声ですよね、まきちゃん、そう思って、ありがとうございます、はい、今日あの私ついついあのここ の, あのどういうライブ内容って書こうかなと思って、うん、なんか、うんうん、こう二人の声が、ね、あのなんていうの、なんてなんかこうなんて書いたかなあのなんて書いてました、なんかマリアージュ的な、そうなんかあの声質がちょっと近いような雰囲気のこと書いちゃった、うんうん、えでもなんかあの、うん、ハモった時に気持ちいいよね、うん、ちょうど、あ本当ですか、うん、ありがとうございます、いやありがとうございますということで、はい、じゃあデュエットをね、デュエットはいお届けしたいと思いますが、はい、あの例のあれのめっちゃ早いやつはいやりまあれでやるんですか今日、いいですか、あのめちゃくちゃ早いですよね、あのワンノート本当に、もう大輔さんと私はもう あれで慣れてるんで、ちょっと慣れてないという声いただいてる、すごい私だって本当にあの二度見した感じでした、えって感じで、え嘘でしょこの速さでやるのって、 F1 みたいにヒュン、いや本当そうだよねだからあの多分知ってる人はえってなると思うんです、ちょっとあれだとちょっと私できないんで、はい、あのちょっとゆっくり、えゆっくり、あ、いいですよ、はい、This is just not your samba ぐらいどうですか、This is just a little samba Built upon a single note Other notes are bound to follow But the root is still the noteNow this new one is the consequence of the world we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you There's so many people who can talk until you can talk and just say nothing on your real nothing I have used up all this care I'm doing at the end They come to nothing on your real nothing So I come back to my first note As I must come back to youなさい、早口の女王様、はい、早口やるんですね、早口まだできましたね、さっき噛んでたけど
この速さですよ、あの最後の速さで全部やってるよね。とんでもないよね、うん、早いね、早いよね、うん、気抜いたら多分もう、そうね、一箇所噛んだら多分全部ダメになるの、そのカテゴリー自体が。そうですね、確かに。皆さん多分すごい聞きたくなったと思うよ今。本当に聞きたくなったと思う、うん、ぜひ聞いてみてください。他にもなんかすごいアレンジが結構すごいのとかあるよね。尖ってるね、うん、結構ね。サマータイムとか何拍子でやってるのかちょっとね分からない。いいですよね、あの感じもね。あれね、5拍子で実はずっとやってるんですけど、はい、5拍子の中でダン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 ってなんか4拍子っぽいようなリズムでずっとバックの人の全員がやってる中で私5拍子で歌わないといけない。すごいですね、それもなかなか。ちょっと本当それも一瞬気抜いたら終わりになっちゃう、ね、そう、 あれこそね。あれはね、あの大縄跳びにずっと入れない子供みたいな。なるほど、ありましたね、大縄跳び、こういう感じずっとこれなんですよ、はいはい、あのそれそんな1本じゃないの、多分2本でもあった。クロスしてるやつ、ね、本当にあるよね。あ、そんな感じだった、その状態ですね、はい。誰かつまずいたら縄止まっちゃうみたいな感じですよね。そうそうそう、あれは大体つまずくのは私なんだけど、それ踏んじゃう。なんかすごいさ、優しい感じの雰囲気でこう始まっていくのに、だんだんこうなんかすごいやつやってると思って、もうなんかすごく面白かったで す, です、ね、ちょっとスパイスを加えました、はい、スパイシーでしたね、はい、ありがとうございます。スパイシーといえば、はい、あ、楽屋の皆さんなんか召し上がりました、ランチが。さっきお腹いっぱいイエローカレー召し上がってるお客さんもいたり。そうだよ ねスパイスだよ ね美味しいですね、はい、よかった。なんかランチライブちょっとやってみたかったです、うんうんうん、すごく嬉しかったです、はい、ね、ご飯食べながらね見ていただけるっていいなと思いまして、うん、お酒もね飲みながら、あとでは一曲になっちゃったね、はい、早いですね、はい。あ、というお声をいただいて、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます。では、はい、じゃあもう一曲増やしす。みんながそれはいいやみたいな感じで、ね、そういうことじゃないんだよね、お疲れ様でしたみたいな感じで、ね、じゃあ最後の曲になっちゃいますけれども、はい、My Favorite Things をお届けしたいと思います。
dressed with boots and sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. To avoid winter that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I feel inside, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad, so bad, so ありがとうございます。オンピアノ遠井大輔、そして奥平真希ありがとうございます。そして伊藤香織、皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい盛り上がり、もう1万人ぐらいの拍手をいただいている気持ちです、はい、アンコールやらせていただいていいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。いや嬉しいね、うん、嬉しいですね、はい、そして皆さんの拍手がもうぴったり、ぴったりですね。パンパンパンみたいな、ワンワンワンってね、すごいね、すごいあの波動がすごい、ね、いただきました、はい、ではもう一曲お届けしたいんですけれども、これね、なんかすごく好きで、まあ、本当にね、いろいろ、まあ、いつでもいろいろあるんですけどね、きっとね、きっとね、だけど、まあ、いつでまた日は昇るということで、Here Comes the Sun という曲をお届けしたいと思います。Here comes the
sun, and I say it's alright. ありがとうございました。ありがとうございます。オンピアノ土井大輔、伊藤香織、奥平真希、ありがとうございました。ありがとうございます。配信の皆様ありがとうございます。ありがとうございました。